ほほ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 、楽しい。あ、すみません、すぐ本編入ります。ちょっとお待ちを。よーこいしょっと。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。今日はね、ほら私は怒ってるぞ。まあ、私たちは言うてもネットでの露出がね、ちょっと高めな方向にある。ただね、それのせいかわかんないけど、なりすましだ。いや、昔ね倒したことあったんだけど、昔以上に湧いている。まあ、その前にね、なりすましってさ、一体どうなのみたいな、法律的にどうなんだろうっていうのをちょっと調べてみようか。これなりすまし法律、ツイッターで有名になりすまし、懲役も意外と重いなりすまし。なりすましとは他人のふりをして仮装することである。この事例として、となんかいろいろあるんだな。なりすましは犯罪です。そうなんですね。なりすましはね、今どうなんだろう。ちゃんと犯罪としてなんかなるのかもしれませんね。まあ、だから、なりすまし、みんなほんと注意してね。ほんでね、よくよく報告があるんだけども、ツイッター行こうか。キーワード検索、カズ、福井。ふふ。完全に出てきすぎだろこれ。いや、福井のカズさんのサブなんかないからな、これ。ちょっと待って、下から2番目。いろんな意味でコラボしてんじゃねえかこれ。ほら、というわけで本日はね、なりすましを絶滅させていこうと思う。ほんで方法なんだけども、ツイッターなりすまし、これだな、2番目のやつ。なりすましアカウントを報告するには、というのがあって、報告はこちらから行うこともできますと。あー、これだわ、これ。ここからじゃんじゃんやっていくのもいいのか。アカウントが私または知り合いのふりをしています。はい。なりすましにやってます。ほんで、報告対象のアカウントのユーザー名。上から行くか。福井のカズさんです。どうも。バカ野郎。なりすましだな。どうしようもないなりすましだな、これ。フォロー500人行きましたじゃないですよ。適当に、コピーして、よいしょ。ほんで、先ほどの方で、ペースト。ほんで、ユーザー名。ほんで、入力終わったら送信だな。ご報告ありがとうございます。まぁ、こんな感じでやっていくんだけど、多い、量が多いよ。他には、このアカウントには悪意はない、あるはない、友を脅かすために作ったのである。はい、なりすましです。またコピーして、コピー、報告。アカウントが私、なりすましにやってます。やっぱめんどくさい。また入力しないと、ペースト、ユーザー名、送信。疲れた。いやー、でもね、言っても今のところ偽物が、1,2,3,4、 福井のカズさんのファンはこれセーフだな。うん、なりすましってちょっと好きに取られてるけど、まあ、それ可愛らしい。うん、67すなりすましでございました。なんか見てみる、これとかどうなんだろう。うわー、死んじゃう、気持ちが消えさ、怖怖、あかんでしょ、僕の顔使っても。すんげえ冒険入ってるじゃねえかよ、これ。いや、みんなはね、そんな、全然偽物ってわかるかもしんないけど、やっぱね、わからない人もね、一定数いるから、なんかこう応用のされるとね、うん、今日は嫁と楽しんでます。写真は後で載せる。バカ野郎。カズクラ最近つ、お、こら。内容薄いからな。楽しい。やってる方は楽しいんだけどね。内容薄いからな、カズクラの方はな。そこは否定しない。ちょ、後でパソコンで一戦やるわ。はい、とまあね、こんな感じで、今回はですね、カズさんの偽物退治してきました。ほんで、これね、私なんてまだまだ偽物少ない方で、もってね、有名な人になってくるとね、もう、うんじゃかいるんですよ。しかも中にはね、結構悪質なやつもあったりするからね。なんかね、そういうの見たりするとさ、偽物でも、なんか、あーってなんかすごい心悪くしちゃうってこともあるじゃん。そんな時はね、先ほどのとこから、報告で、また私の知り合い、ほら、私の依頼人がなりすましにあってますとか、私以外のユーザーがなりすましにあってます、みたいなとこから報告することができるので、それで悪質な人たちもね、少し減らすことはできるかもしれない。みんなの力でね。やっぱりね、私以外の人たち結構忙しい人多いからさ、一回一回さ、なりすまし報告なんかしてる時間ないかもしれないからね。もしよかったらみんなもね、協力してあげて。多分すごい人になると、もう20、30、100ぐらいなりすましいるかもしれません。以上、こんなところで本日は、なりすまし退治でございました。まだね、他のなりすましもね、全部報告しておく予定なんで、動画アップされる頃、一回調べてみてください。多分全滅してるはずです。以上、なりすまし全滅作戦でございました。そして最後に、なりすましアカウント作ってくれた皆様、ネタの提供ありがとうございます。